さん、こんにちは。私はオバコップです。宇宙平和大使、パトロール隊の隊長さんです。使命を受けて、この地球にやってきました。不思議な第三惑星地球。私はとてもこの地球に興味が持てました。たくさん地球のことを知りたくなったので、しばらく地球に滞在して、たくさんのお友達と仲良くなりたいです。地球のことをいろいろ教えてね。よろしくお願いします。1212。私はオバコップだよ。今日も宇宙をパトロール。だって私は宇宙の平和、パトロール隊長さんだもん。どっかに悪の的がないかな。あっち行ったり、こっち行ったり、あっち行ったり、こっち行ったり。あれ？なんか、また地球の方から SOS が聞こえてきた。今日も地球に行ってみよう。チューワーチュー。よいしょ。悪の的はどこかな？悪の的はどこかな？こっちかな？あっちかな？なんか、この木が怪しい。どこかな？こっちかな？あれ？悪の的はない。おかしいな。どこかな？呼ばれたのに、この辺？こっちかな？あれ？どうしよう。わかんなくなっちゃった。どうしたらいいの？あいつか。噂のオバコップ。どんなに強いのか、見てこいと。こんな小娘に、地球が守れるだと？よし、どんなに強いのか、試してみよう。見守ってるの。あの変なおじいちゃんも
私の一時期でいなつけちゃった。私のお母さんを紹介します。これがお母さんアンドロメダです。よろしくね。地球の皆さん、こんにちは。私は宇宙のクイーン、アンドロメダと申します。この度は、私の娘、オバコップが大変お世話になっています。オバコップは使命を受けて、この宇宙に生まれました。娘を宇宙パトロール隊長に任命したのは、宇宙で起きているたくさんの問題を体感してもらいたいからです。地球は今、大変危険な状態にあります。悲しいことに、たとえ宇宙のクイーンであっても、私にはどうすることもできないのです。なぜなら、地球は地球に生きる者にしか守ることができないからです。オバコップには地球人と同じ喜怒哀楽の感情があります。脳細胞の一部は地球人と同じです。オバコップはきっと皆さんと共にこの状態から抜け出せる何かを探し出すことでしょう。今はまだ未熟ですが、どうぞ皆さんの温かい心でオバコップを育ててやってください。もしも地球が他の惑星から攻撃を受けたなら、その時には私たちの力を惜しみなくお貸ししましょう。私は宇宙から皆さんとオバコップを見守っています。地球の平和と地球人の幸せを心より願っています。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。紹介するね。お父さんの名前はオリオン。宇宙の王様なの。私は宇宙の王と女王の間に生まれた一人娘なんだよ。ここだけの話、私はお父さんに似てるらしい。でもちょっとはお母さんにも似ているでしょ。えへ。私は神から宇宙の王として命を授かったオリオンである。この宇宙に存在する全ての星に連れてきたことは地球の例外ではない。地球人による地球人のための思考や行動は地
球に幸せと平和をもたらすものでなくてはならない。人々に愛と希望に満ち溢れた日々を過ごさせることを保証しなければならない。もし他の星を脅かす何者かが現れれば、宇宙の法律に従い直ちに裁きを下すであろう。そして地球の皆さん、この度私の娘宇宙平和大使バトロール隊隊長オバコップを地球の救世主として赴任させました。未熟ゆえに迷惑をかけることもあると思うが、温かく育ててやってほしい。では幸運を祈るぞ。さらばじゃ。